リッチ・フランクリンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、オハイオ州シンシナティ出身、エボルブ MMA 所属、元ユフック世界ミドル級王者、ユフック殿堂入り、サインに応じる、フランクリン・アンデウソン・シウバがユフックに出現する2006年下半期以前は、MMA ミドル級における最強選手と目されていた。 2019年7月には、現役時代の功績が評価され、裕福伝道入りを果たした。現在はシンガポールに拠点を置く総合格闘技、団体ワンチャンピオンシップの副社長を務めている。格闘技のキャリアは、沖縄空手の道場で空手を学んだことから、開始、関節技をビデオで習得し、その後、ブラジリアン柔術、ムエタイ、ボクシング、 学生時代にフリースタイルレスリングを経験した。シンシナティ大学で教育学の修士号と数学の学士号を取得。専業の総合格闘家となるまでは、シンシナティにあるオークヒルズ高校で数学教師をしていた。1999年6月19日に総合格闘技デビュー。2002年にビジネスパートナーと共同で、 スポーツアパレルブランド、アメリカンファイターを創業すると成功を収める。2003年4月25日、ユフック初参戦となった、ユフック42で、エヴァン・タナーと対戦し、スタンドパンチ連打で1キコ勝ちを収めた。2003年12月31日、猪木・ボンバイエ2003で、両都町田と対戦し、スタンドパンチ連打で2アーコ負け、キャリア14戦目で初黒星を起死した。 2005年4月9日、ザ・アルティメット・ファイター1フィナーレで、ケンシャムロックと対戦し、パウンドで1キコ勝ち、ユフック世界王座獲得、編集2005年6月4日、ミドル級転校初戦となった、ユフック53のユフック世界ミドル級タイトルマッチで、王者エヴァンタナーに挑戦し、ドクターストップで4キコ勝ち、王座獲得に成功した。 2005年8月から11月にかけて放送された、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター2では、マット・ヒューズと共にコーチを務めた。2005年11月19日、ユフック5 6のユフック世界ミドル級タイトルマッチで、ネイサン・クオーリーと対戦し、1R に左ストレートで失神小勝ち、王座の初防衛に成功した。2006年3月4日、 ユーフック58のユーフック世界ミドル級タイトルマッチで、デビット・ロアゾーと対戦。2R 序盤に左手を骨折するものの、優勢に試合を進めたままフルラウンドを戦い抜き、3から0の 5R 判定勝ち、2度目の王座防衛に成功した。試合後、骨折した左手に、金属板とボルトを埋め込む、大手術を強いられ、6ヶ月間の出場停止となった。世界王座陥落。 編集二千六年十月十四日、ユーフック六十四のユーフック世界ミドル級、タイトルマッチで、アンデウソン・シューバと対戦し、膝蹴りの連打で一夜アーコ負け、王座から陥落した。試合後に鼻を骨折していたことが分かり、手術を受けた。二千七年六月十六日、ユーフック七十二のユーフック世界ミドル級王座挑戦者、決定戦で、オカミユーシンと対戦し、二から一の、 判定勝ち、アンデウソン・シューバが持つ王座への挑戦権を獲得した。2007年10月20日、ユフック77のユフック世界ミドル級、タイトルマッチで王者アンデウソン・シューバと再戦。にある序盤に、パンチの連打からの膝蹴りで2キコ負け、王座獲得に失敗した。2008年9月6日、ライトヘビー級転向初戦となったユフック88で、マット・ハミルと対戦し、 左ミドルキックを効かせてサンティコ勝ち。2009年1月17日、ユフ f 九9 3でダンヘンダーソンと対戦し、接戦を繰り広げたものの1から2の判定負け。2009年6月13日、ユフ f 九9 9で契約体重195ポンドでバンダレーシウバと対戦し、3から0の判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。 ビクトー・ウェルホートと対戦するフランクリン2009年9月19日ユフック103で契約体重195ポンドでビクトー・ウェルホートと対戦しかすめた左フックでダウンしたところをパウンドで追撃され一キコ負けを喫した2010年6月12日ライトヘビー級復帰戦となったユフック115でチャックリベルと対戦劣勢の中カウンターの右フックで 逆転の1アーコ勝ちを収め、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年2月5日、UFC126 で、ホレスト・グリフィンと対戦し、0から3の判定負け。2012年6月23日、UFC147 で、バンダレー・シューバと対戦し、2R に右ストレートでダウンをキスするものの、試合全体を優位に進めて3から0の判定勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2012年11月10日、ミドル救済転校となった、ユフック、オンフューエル TV6 で、カンディと対戦し、右フックで一アーコ負け。2014年5月28日、総合格闘技団体、ワン FC の副社長に就任。2015年9月28日、総合格闘技引退を正式に発表。2019年4月13日、 ゆふく236でゆふく電動入りが発表された。ありがとうございます。